日本の皆さん、こんにちは。アメリカの皆さん、こんばんは。そしてヨーロッパの皆さん、おはようございます。人生100年時代、元祖、ポートフォリオワーカーのマダムーです。ポートフォリオワーカーというのは、複数の収入源を持つ心と時間が自由な生き方。これを私は25歳で介護貧乏になったのをきっかけに実践しています。今日は皆さんに、この千二十五年、 が始まったということで、えー、一つの心の持ち方についてお話をしたいと思います皆さんは子供の時に童話青い鳥の話を読んだことがありますよね、えー、原作者はメーテルリンクこれは二人の兄弟が幸せの青い鳥を探しに出かけるというストーリーなんですねで、まあ、その ネタバレって言いますか皆さんもストーリーはご存知なので言いますけれども最終的に「幸せの青い鳥」これは自分の家にあったすなわち私たちはつい外を見るんですね幸せが外にあるとか「どこどこさんは幸せだ」よくあの「 隣の芝生は青く見えるって言いますけれども自分の恵まれてるっていうことを気が付かずに周りばかり見て周りと自分を比較して自分はついていないとか不幸だと嘆くっていうことがあるわけですよね。それをこのメーテルリンクの童話「幸せの青い鳥」は教えてくれました。ただあのの時時どうでですか私は自分で子供の時に あのストーリーさえ覚え覚ていなかったんですねそれぐらいやはり私は常に外特に海外に目を向けていました日本にいた時はアメリカでアメリカにいるとヨーロッパに常に外国に目を向けていたんですねでこの2023年昨年なんですが春父が急死しました でその父の死をきっかけに気がついたんですけれども私にとって父っていうのは旅旅行の相棒だったんですね。で父を喜ばせるために世界中いろんなところ連れ回ったんですね。もうヨーロッパ東南アジアまたドバイなどにも父を連れてきました。だけれどもその父が亡くなって気がついたのがこの青い鳥だったんです。 今までは私はあの出張もありましたので1年のうち自宅にいるのは3分の1なんですねあとの3分の2っていうのは仕事も兼ねて家にいなかったわけなんですでもう国際線に乗るのが東京の皆さんが山手線に乗るのと同じような感覚でもうパスポートにいろんな国のハンコがありました今でこそ、 出入国の犯行を省く国が多いんですけれども昔はきちっと出国と入国の犯行がありましたから昭和の時代の商社マンと同じように私もパスポートを増刷してこの10年間の期間にもうパスポートを使い切ってしまうのでこの1冊2冊って。 あの地元の領事館などに行って足してもらうんですけれどもそういうことをしていたんですねですからこの私と同じ年代の方はコンサイスの「英和辞典」とかこういう小さなあのポケットタイプの「英和辞典」ご存知ですけどもあんなぐらいのパスポートだったわけです。でそれが当たり前に思っていたんですね。でお買い物も例えばお洋服もあの化粧品スキンケアは ビバリーヒルズの皮膚科の先生のものを使っていますけれどもやはりこのメイクですねアイシャドウとか口紅とかいるものとかは全てフランス製ということでアメリカ国内とかで買えばいいのにわざわざパリに行って買っていたお洋服もヨーロッパで買っていたそれが当たり前だったんですだですけれども今気がついたのはまあ父が亡くなったっていうのがきっかけなんですけれどもまず 父がいない相棒がいないので旅をしなくなったんですね。でまたこのようにズームがあるのでオンラインでリモートワークができるわけです。わざわざ飛行機に乗って現場まで行かなくてもできる。そうするとこのメリットっていうのは今までは現場に行くっていうことはその1日なり1週間をその仕事しか取れなかったんですけれどもこのようにリモート式になると。 東京時間、ヨーロッパ時間、アメリカ時間ということで、下手すると、一日に3つの仕事を掛け持ちすることもできるわけです。もちろん睡眠時間はなくなるんですけれどもね。まあ、そのような感じで、今までは本当に時差ぼけとの戦いでやってたのが楽になった。と同時に、旅行代にお金を使わなくなった。これは、生き金ですよね。 同じ時間とお金をそういう経費っていうか出張代に使わずに家にいて体も休むことができるそしてこの先ほどの青い鳥に話を戻しますけれども今までは本当にメイク,メイクあのお化粧品ですねこれはやっぱりフランス製シャネルとかディオールとか使ってたわけでそれはなぜかパリに行って買うのがいいと思い込んでたわけですね。 でお洋服も、まあ、ブランド品なども、まあ、シャネルでもエルメスでもやっぱりパリで買った方が安いでしょうということでやってたわけです。で食べ物に関してはやはり中華だったら香港が美味しいだけれどカニのチリソースの煮込んだものはやはりシンガポールの行きつけの店が美味しいとかねあのイタリア料理はやっぱりイタリアでしょう。で日本和食は 日本がおいしいのでロサンゼルスではおいしい和食は期待しないとか自分なりにそれが合理的だと思っていたわけです。ところが父が死んだ,死んだのがきっかけで海外旅行をしなくなると実は十分この自宅にいてロサンゼルスにいて大抵のものが手に入るということに今更ながらの発見なんですね。 例えばまあメイクアップ類でもそのフランス製使わなくてもまあアメリカ製または北米ということでカナダ製でも優れたものでお,あのお値段的に安いものこれは北米の,あの通商協定がありますナフタがありますのでまあ関税とかがあまりかからないだからカナダからのそういう化粧品また紅茶 とかが入ってきますしまたメキシコからは農産物パパイヤとかあの東南アジアでしか食べれないと思っていたものも実は今メキシコからも入ってくるんですねこのように本当にこの世界いろいろなところで今まではこの産地でしか取れないとかこのものという風になってたんですが本当におそまきながら大抵のものが 家にいて手に入るっていうことが分かりましたし、またこのアメリカ国内でも非常に優れたものがたくさんあるっていうことに気がついたんですね。それであの最近 Facebook や Instagram にもアメリカで買った優れものシリーズということで、例えばこの保温のマグカップとかですね、あのこういったものを時々取り上げて。 写真ととかにあげたいい思っているんですが、まあ、何を言いたいかっていうと子どもの時に読んだ「幸せの青い鳥」あれが本当の人生の教訓だったんだなと気が付いたこの2024年です。いつもお話ししますように私が行っている中国風水の最高峰フライングスター風水では20年ごとに大きく宇宙の気のエネルギーが変わります。 ちょうどこの2024年から20年間新しい時代が始まります。この時代っていうのが私たち大人の女性の時代です。そして、えー、先月まで2024年の、まあ、今月ですね1月までの20年間っていうのは若い男の子お金のエネルギーだったんですが来月2024年2月からは 大人の女性が主人公になりますそしてここでのキーワードが知的知性なんですね英語でいうインテリジェンスですよねですから知的美人の時代がこれから20年幕開けします どうぞ皆さん、今日のこの青い鳥のお話もそうなんですけれどもあの知的美人だからってこの工学歴とかね難しい数学の問題を解くとかではなくってこういう日常生活の中のちょっとした気づきこの人間的な賢い気づきですねこういったものを積み上げていきましょう。そしてて皆さんは、例えば子育てだったり、 私のようなキャリアウーマンだったり、こうやって何十年も生きてきた、この中での人生からの学びを積み上げてきているわけですから、私たちは自信を持って、これから私的美人の時代をリードしましょう。皆さん、今日はここまでです。どうもありがとうございました。いつもチャンネル登録とかして応援してくださって、本当に感謝しています。皆さんのおかげで、昨年の父を失った悲しみからも、すっかり、 すっかりえ半年になりますけれども立ち直りましたのでこれからもよろしくお願いします。この2024年ご一緒に知的美人の時代を頑張っていきましょう。じゃあ今日はここまでです。皆さんどうもありがとうございました。ごきげんようさよなら。